私、あれから、いろいろ考えたの。それで、カノンさんや夢世界のことは、頑張ろうって思えるようになった。でもね、考えれば考えるほど、自分が何なのかわからなくなっちゃった。記憶を失って、ずっと一人で。もしかしたら、私が自分をイオンだって思い込んでるだけで、全然別の存在で、あなたとこうして話してるのも、全部、偽物のイオンなのかもって。そんなことなくなんかないよ!あなただって、ネリコさんだって、ここで初めて会ったんだよ!ターボーも、姉ちゃんも、みんないないのに、どうやって私を信じたらいいのか、わからないよ。関係なくなんかないよ。だって。さっき。言ったよ。だから私は。なんで、そんなこと。みたいに痛かったのに、私今すごく安心してる。あなたってすごいね。あんなに苦しかった私の心、こんなにも癒してくれるんだ。まるで歌魔法みたい。そうだね。歌魔法で何ができるとかじゃなくて、ただ思いを伝える。本当に大切なことってこういうことなのかもしれないね。それからごめんなさい、心配かけちゃってたよね。これからどうなるかわからないけど、でもきっともう大丈夫。あなたのおかげで気持ちの整理ついたから。だから、これからは前と同じように、ちゃんとできると思う。実はその、ちょっとだけ、けどね、あなたの一言で、また頑張ろうって思えたのは本当。ここから先のことを知るのは怖いし、もしかしたらこのままの方が幸せなのかもしれないけど、それでも知りたいって、そう思えたの。だから、また頑張ってみる。これからも、よろしくね。